かな。行きたい。一緒に、じゃあ行きましょう。あ、無理か、ごめん無理だった。うん、え、ひどいだねごめんなさい。私もそう、私も本当行きたい気持ちは本当マジ山々富士山なんですけど、まあ、行けなかった。普通に考えて無理だった。うん、無理でした。でも私本当マリオとか一緒に見に行く人はいないから、そう、じゃあ一人で見に行くんで、みんなも一人で見に行ってください。アクスタと行くからだって。え、かわいい。一人映画大丈夫な人なんだ。うん、一人映画全然大丈夫。全然ね、一人映画行ってました。高校生の時から一人映画行って泣いてましたから。普通に一人映画で結構いろんなの見た。映画は一人の方が良い。え、わかる。なんか人と見てもいいけど、まあ、大人数で行くものではないなっていう。その5人とかでは行かない。まあせめてまあ3人、まあ、2人とかかなって思う。でも映画って一人で見ても全然面白いからおすすめ。ライブも一人参戦楽しかった。だって、そう、結局一人でも楽しいんよ。私もベースボールベアさんの武道館のライブ去年行った時、一人でもめっちゃ楽しかったっていうか感動した。コンサートは友達と行った方が楽しい。ライブは一人が浸れる。まあ見方によりますよね。確かに一緒に行った方が楽しい。なんか乃木坂さんのライブとか行った時は、新潟県代表のしおりんとかと行ったんだけど、まあそれロケだったんだけど、めっちゃ楽しかった。うん、また日曜日雨嫌だなーだって。もう雨ばっかり嫌や。
りベボベのファンなのか。そうです、バンドが好き。お題リサイタルまた行きたい。だって来て、切って切って、当てます、当ててください。早く申し込みたい。だって嬉しい、そんなこと言ってくれるなんて嬉しいな。いつ頃から申し込みかはね、まだ分かんない。フードかぶってみて。手取りも考えてるの。だってまだ、でも早く考えなきゃねえ。どんな感じにしようかな。なんか今まではね、なんかご飯とかあるところだったけど、今回は本当になんか元映画館みたいなところなんですよね、やる場所が。だからまあそういう感じの場所なんで、一回ライブ見たんですけど、そこで崎山蒼志さんっていうアーティストの方が、めっちゃ私はファンで、その方のライブ、まあ、キリンジの方とのなんか一緒にやってるライブ見に行ったんですけど、もうめっちゃ良かった。なんか元映画館だから椅子もすごい座り心地めっちゃいいし、なんかね快適だったよ、うん、でも映画館だからね、隣の方と席、まあ、近いけど、まあ、劇場よりは近くないうん、ふかふかの椅子なのかな。だってふかふかだった気がするし、映画館だったから、あのさ、ドリンクホルダーもちゃんとあります、あります。ドリンクホルダーね、右と左ちゃんと自分の理解して、あの隣の人の、飲み物飲まないように気をつけてください。そう、間違えないようにしないと。そう、私の友達が違う、あの男の人にドリンク飲まれてたんで映画館一緒に映画見に行った時に、隣の男の人に飲み物飲まれたって言ってたんで、そういうことがないように気をつけてください。飲まれるのと飲むのどっちが嫌だって。飲むのが嫌。飲まれるだったらさ、まだこっちにはさ、何もないじゃん。自分が飲んでたのを飲まれただけだったらまだあれですけど、自分的の、自分の思いね、自分が人のを飲ん、知らない人のを飲んだら、もう知らない人がもうだって知らない人じゃん、知らない人になっちゃうから。
回し飲み無理無理。なんか、無理です。回し飲み無理。仲のいい人でも無理。エリナ様は秀吉ですだって。え、豊臣秀吉？秀吉っていたっけ、豊臣家に。あ、秀吉か秀吉だった、間違えた。いやー、人はね、間違って成長するから。まあ秀吉ですよね。間違うことは悪いことじゃない。うん。間違うのは悪いことではない。うん。確かにコメントした人は秀吉だったかもしれない。秀吉かもしんないし、秀吉かもしんないし、どっちかわからない。うん。もう15分経ったの、早いね。なんか早くない？受ける、お早い、スピーディー。お早いお早い。電車でつり革触れますかだって。まあなんか本当に満員電車で、もう本当に自分がどっか掴まないと、ちょっと急停止とか揺れた時に倒れちゃうって時はこうやって掴みますこうやって掴む。明日も雨だって。だって雨やだね。
雨はロマンチックで良きだって。でもさ、雨の日のさ電車とかめっちゃ嫌じゃない？傘とかさ濡れてるとか、床とかが濡れてたりさ、ちょっと寒いし、なんか嫌だなってなっちゃう。なんか星多くない？だからコメントに星多くて結構解読できない。折りたたみ傘、折りたたみ、折りたたみ傘、星、何が星になってるのかが全く分からん。ね、なんで誰が決めてるんだろう。こんばんは。今日はもう所長じゃないのかなしだって。今日はもう一般人。一般ピーポー。お台には輝いてるから星が多いんじゃない？だって当たり前や。当たり前や。もう10時？早っ。ギターの弾き語りで AKB の曲でおすすめありますか？どうしても君が好きだ。おすすめ。
縁結び覚えましたをトン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 、できました？なんかさ、僕たちは戦わないにもさ、こういうのあった気がする。どんなダンスだったっけ？なんか振り上げたその拳みたいな、なんか AKB みたいな、どんなダンスだっけ？全然思い出せないや。じゃんじゃん、僕たちは戦わない、愛を信じてる、たたたた振り上げたその拳だ、こっちじゃないわ。なんか AKB みたいな振り付けがあったんだよね。なんか AKB、 B かな、なんかあったんだけどね、なんか振りが、そういう振りが、でも全然思い出せない。AKB、 そういう文字系多いね。だって多い。昔は最高難易度ダンスって言ってた気がするけど、更新されてるね。だってそうだね、更新されてますね。ミュージック、確かにヘビロテとかもあるよね。ミュージークとか、今一番難しい振り付けの曲は、いや、さよならじゃないがめっちゃむずい。さよならじゃない、本当に難しい。あれ本当に難しい。運が悪いと全部間違えてる、ということで、じゃあ今日の配信は急ですが、まあ10時6分なんでこれで終わろうかな。みんな見てくれてありがとう。簡単な振り付けの曲？ない。なんだろう。簡単な振り付けの曲？なんだろう。ジグソーパズル48、ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わろうかなと思います。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。
13位社長アット名前声48、12位人熊悟る、11位鉄板23、10位日野と、9位ファデル、8位看板屋、7位筋肉愛好家、6位慎吾、5位白地やと ODA 神押し、4位マーとだし、3位プロスペクト、2位 KLOO、 そして1位はみやちゃん、ありがとう。ということで皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日、バイバーイ。